ヘンリエッタ・アン・スチュアート。ヘンリエッタ・アン・スチアート。1644年6月16日から1670年6月30日は、イングランド・スコットランドの王族で、フランス王類十四世の弟オルレアン公フィリップ一世の、非。兄のチャールズ二世は、ヘンリエッタのことを、ミネッテ、ミネッテ、子猫ちゃんという意味と呼んで、可愛がり、フランスでは、アンリエット・ダングル・テール、または、 単に、マダム、マダメと呼ばれた。チャールズ一世と、王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス、フランス王アンリ四世の三女の次女として生まれた。兄に、チャールズ二世、ジェームズ二世、姉に、オラニエ公、オランダ総督ウィレム二世妃メアリー・ヘンリエッタがいる。フランス王ルイ十四世、オルレアン公、フィリップ一世兄弟は、母方の重邸で、 イングランド王権オランダ総督ウィリアム・サンセリは老いに当たる。1642年に新京都革命が起こり、1646年内乱の末に父はスコットランド側に投降、1649年に処刑された。同年に母、ヘンリエッタ・マリアはチャールズやヘンリエッタたち子供を連れて実家のアフランスに亡命した。その後、 1660年に、兄チャールズが、チャールズ二世として即位したため、ヘンリエッタはイングランドに帰国した。ヘンリエッタは美しく、優れた和術を持った王女に成長していた。イングランド宮廷でも、ヘンリエッタの称賛者は多かった。その評判を聞きつけた、ルイ十三世の王妃アンヌドートリッシュは、ヘンリエッタをぜひ次男、フィリップの妻にと熱心に申し込みをした。ヘンリエッタ・マリアも、 それほど熱心に言ってくれるのならとこの演談が成立した。1661年3月31日、ヘンリエッタは母方の重邸にあたるオルレアンコフィリップと結婚した。しかし夫は男色家であり、彼女に性的関心を示さなかった。アンリエッタは寂しさから義兄でもう一人の重刑類14世と不倫関係になった。 王との密会をカムフラージュするため、次女のルイーズ・ドラ・バリエールが王の偽の愛人となった。しかしそのうち、ルイ十四世は本当にルイーズに恋してしまった。ショックを受けたアンリエットは傷ついたが、もともと義理の兄弟として許されない関係ということは承知していたこともあり、ルイ十四世のことは諦めた。その後、彼女は夫、フィリップの愛人と噂されている、ギリシュ伯爵。 アルマンド・グラーモンを新しい丈夫にした。アンディエットは教養豊かで若く才能に恵まれた芸術家たちの育成と保護に励んだ。彼女のサロンには哲学者、画家、文学者、音楽家が集まり芸術論について語り合った。二人の間にマリー・ルイーズ、フィリップ・シャルル、アンヌ・マリーと三人の子供たちが生まれても夫婦仲は改善されなかった。 フィリップはやがて、サンイコールクルーにある夫妻の館にまで、お気に入りの美男の恋人フィリップ・ドロレーヌと、その仲間たちを連れ込むようになり、妻の存在を無視して、大騒ぎをしていた。ついに思い余ったアンリエットは、ルイ十四世にこの苦境を訴えた。彼女の訴えを聞いた王は、フィリップとアンリエットの不仲がイングランドとの微妙な、関係に悪影響を与えることを恐れた。すでに、ルイ世は、 チャールズ二世から理由はわからないが妹が思い悩んでいる様子で心配だという手紙を受け取っていた。王はすぐにロレーヌをマルセイユ会場の古島舎島ディフに投獄し、文通を一切禁止した。1668年12月、ルイ十四世はオランダと対抗するためイングランドと同盟を結ぶことを決め、そのための協力をアンリエットに求めた。 王とアンリエットとコルベールの三者の間で同盟案が綿密に練られた。同盟案がまとまり、1670年5月にアンリエットは密使としてイングランドに向けて旅立った。兄チャールズ二世は仲の良い妹との再会を大変に喜び、5月22日にアンリエットの努力によってフランス・イングランド間でドーバー秘密条約が結ばれた。別れ際に兄弟は 贈り物の交換をした。チャールズ二世からは、銀器、絵画、宝石、コッカースパニエルが、アンディエットからは、ネルグウィンが産む、子供のための、細々とした品々が贈られた。退任を果たしたアンディエットはフランスに戻ったが、6月、サンイコールクルーの館でチコリを飲んでいる最中に、突然苦しみだし、そのまま休止してしまった。アンディエットがイングランドに旅立つ前に釈放されて、 ローマにいたロレーヌが彼女の召使いを買収して、ローマで入手した毒薬をティーカップに塗らせて復讐しようとしたという噂が流れたが、本当の死因は海洋による重い腹膜炎だった。1661年の結婚以後、1669年までに、アンリエットは計8回の妊娠をしているが、そのうち1663年、 1666年、そして1667年と1668年の計4回流産をしていて、無事成人したのは1662年に生まれたマリー・ルイーズと1669年に生まれたアンヌ・マリーの二人だけである。1664年には長男フィリップ・シャルルを出産するが、二歳で死去している。以下にアンリエットの成長した二人の娘のその後と、 子孫たちについて記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。